電気分解した脅威の水が薬や農薬の代わりに使われ大きな効力があることを以前この時間でお伝えいたしました。今日はその続編です。糖尿病のために足を切断する寸前まで行った患者さんがこの水によって歩けるまでに回復しました。松本カメラマンがお伝えします。大社が放送してくれて私の命が助かります。人生も変わると思って喜んでいます。どうもすみません。1ヶ月半前、安倍京一さん56歳は右足の親指をガラスで深く切ったことから人生最大のピンチに陥り、入院していた病院に外出届を提出。テレビ放送で知ったここ神戸市郊外にある京和病院に足を切断する予定の2日前、車で転がり込むように移ってきました。糖尿病で足がもう悪いから切らないかい。聞いたら、ここから切る、こう落とすんです。こう。ほんで、こっちの足もこれ、指をこう。こっちの足もこれ、親指を。これを落とす。親指を落とすって言われたんですか？うん、これ。で、両足になりますから、もうそういうことができんから不安になっとったんです。そりゃそうだ、うん、この親指が切れたらこの歩けないんですわ。ここの親指がものすごい歩くのには必要だから。この病院に来て安倍さんすでに20日経ちました。腫れも引いて日1日と良くなっているそうですが、入院当時はとてもひどかったそうです。組織は非常に汚いようでした。赤いという感じは全然なくてね、ほとんど海でもう包帯ほどいたら悪臭がわっと上がってくるようなね、とにかく可能菌によるね悪臭ですからね。ちょ裏返して足、これここ全部ね、ここから瘻孔がここ3つこうねできとったんです。全部ねまだちょっとあると思いますけど、これが初診時の写真なんですけど、左の健康な方に比べまして非常に骨が薄くなって溶けている状態が写っております。糖尿病によるエソによる血行障害の結果起こった骨のエソの状態だと思います。糖尿病は全国で500万人いると言われ、40歳以上では10人に1人という病です。軽い場合は食事のカロリー制限やインスリンを促すノインスリンによって調整されますが、重い場合はインスリン注射でなければ血糖値をコントロールできません。安倍さんはインスリン依存型の患者さんだったのです。糖尿病をコントロールするためにインスリンは使っておりますけれど、局所の肝性素に対しましては酸性水だけを使っております。抗生物質は一切使っておりません。足の治療には医療用に開発された pH2.4 酸化還元電位 1100mV の水が使われています。これで局所の感染および肉毛の形成に関しては非常に効果があるんですけど、これにも限界がございまして、糖尿を電解還元水を毎日大量に飲用することによって糖尿そのものをコントロールし体質を改善することから本当のエソの治癒がもたらされるものと思います。家庭でも入手可能な電気分解によってできる還元水、アルカリイオン水で糖尿病も改善できるというのです。安倍さんも先生の言われる通り1日5リットル前後を何回かに分けて飲んでいます。そして日ごとに体が変わってくるというのです。これで体も軽くなりました。これで体がものすごい調子がよろしいです。一体還元水とはどんな水なのか測ってもらいました。水道の水は pH7 で還元電位はプラス 303mV でした。純水に活性ソーダを溶かして作ったアルカリの水は pH8 で還元電位はプラス 200mV でした。
安倍さんが飲んでいる電気分解の水は pH8 で、還元電位はなんとマイナスの238ミリボルトだったのです。この電位の大きく違う水が安倍さんに良い結果をもたらしているんでしょうか。とうとう安倍さんが待ち望んでいたビッグニュースが川村院長から伝えられたのです。これでしたら先生あれですか、足は切らなくて済んじゃないですか。これで多分、ね、大丈夫と思います。よかったですね、足切らなくてね。もうやれですよ、もうこれがこれ病院出たら働けるから、それがもう一番の楽しみです。もうあと2日したらもう足も落とされてやね、もう時刻やね、僕にしたらそれがこんなにもう働けるんだ、退院したら働けるって、ほんのは幸せなことありません。あの嘘みたいな話ですよ。糖尿病がなぜ起こるかということでございますけれども、それはですね、膵臓のランゲルハンス島にあるベータ細胞から分泌されるインスリンのですね、分泌不足によって起こると考えられております。でその原因としてですね、最近の医学においては活性酸素フリーラディカルが大きく関与しているのではないかと言われるようになっています。人間の体の中にはウイルスや悪性腫瘍、がんと戦ってくれるミクロの戦士、好中球や T 細胞などがいます。戦いに使われるのが活性酸素と言われるもので、このようにがんをやっつけてくれて漏れたものを SOD という酵素が分解してくれればよいのですが、時には過剰に生成されると猛毒の上に何にでもひっつく作用があり、細胞膜や核までダメージを与え、糖尿病などの病気をも引き起こすと言われています。電気分解によって得られた還元水がですね、活性酸素フリーラディカルを消去した、消し去った、そしてそれを体の外にどんどん掘り出した、そういうことが安倍さんの糖尿病並びにその症状が大きく改善したと、このように考えております。インスリンが16歳にやったけどな、もう実際に減っとんねで、ご飯もな、つい前は1200カロリーやったのにな、1400カロリー、ほで、今1600カロリーになってる。体調子いいからな、だんだん増やしてくれて、だいぶ楽になったわ。安倍さんが入院して45日目。私、自分の目を疑うような光景を目撃してしまったのです。足を切られると落ち込んで、一時は自殺をも考えたという安倍さんが、サンダルを履いて買い物に行くと、スタスタと病院の外に出て行ってしまったのです。まあ、糖尿で足をお父さんにするのはもう例外やと私は思ってます。これは助かったらもう奇跡やと、もう私自分も自身もびっくりしたんです。自分の足でほんまにこれ道を歩いてるっていうのは夢見たんですよ。あれはこれ中央道みたいなのは、あれだけすごいです、ね、重症だった糖尿病による壊死が水だけで回復するっていうのは本当に驚きですね。はい。